こんにちは、チョメです。ビアンカ生き返らしました。ではルドマンのところに水のリングを届けに行ってきます。さて、私はどちらと結婚するんでしょう。はい、まあ水のリングを手に入れたですって。ではどうぞ水のリングを持ってきてくださいませ。ルドマン様もお待ちですわ。よし、行くぞ。とうとう結婚や。ちょっと開けてよ。はい、入れないんだけど、なんで。はい、ですね、入れなかった理由は水のリングを持ってなかったからです。スラリンが持ってた。はい、よし、これでいけるはずや。あ、こっちじゃない、上に上がるんかな、ルドマン様のところ。だから主人公かビアンカどっちかに持たしとくってことだね。あれ、今度はルドマンがいない。マジか。こちらにいました、ルドマン。おー、ちょめ、なんと水のリングを手に入れたと申すか。フローラもおった。よくやった。チョメこそフローラの夫にふさわしい男じゃ。け、約束通りフローラとの結婚を認めよう。実はもう結婚式の準備を始めとったのだよ。わはは。そうそう、水のリングも預かっておかなくてはな。チョメから水のリングを受け取った。二つのリングは結婚式の時に神父様から手渡せるからな。お前もチョメが相手なら文句はないだろ。ええ、お父様。でも、そちらの女性は、そうだよな。ビアンカも一緒に来ちゃったもんな。え、私はビアンカ。チョメとはただの幼馴染で、ね、なんかちょっと感動して涙が出そう。さーてと、用も済んだ子たち、私はこの辺で。お待ちください。もしやビアンカさんはチョメさんをお好きなのでは、フローラって、これをわざわざ言うっていうことは、フローラって結構いい性格かもしれんな。すっごい腹黒い女やったら絶対言わんもんな、そんな。それにチョメさんもビアンカさんのことを、そのことに気づかず私と結婚してチョメさんが後悔することになって、ほらほら、なんかフローラ嫌われてるけど、結構ビアンカのこととかチョメのこと思ってくれるよ。あのね、フローラさん、そんなことは。まあ落ち着きなさい、フローラ。今夜一晩チョメによく考えてもらってフローラかビアンカ選んでもらうのだ。うむ、それがいい。だってわざわざ言わんかったらもうフローラと主人公結婚できるもんな。今夜は宿屋に部屋を用意するから、チョメはそこに泊まりなさい。ビアンカさんは私の別荘に泊まるといい。はい、わかりました。結構フローラって、ね、主人公のこととかビアンカのとことか思いやる心もあると思うんだけどな。その夜、宿屋に泊まったチョメは夜中にふと目が覚めた。まあ、いきなり会ってから結婚とかなっとるからなんか変な感じになっとるんかもしれんけどね。結構優しい心の持ち主だと思うよ。最初からさ、結構付き合いが短いからなんかいきなりそんな感じになってると思うけど、ビアンカどこおったっけ。ちょっとビアンカ探すか。チョメです、ここにいました。ちょっとカットしますね。ここにビアンカがいます。はい。あら、チョメ、なんだか大変なことになっちゃったね。でも悩むことないわ。フローラさんと結婚した方がいいに決まってるじゃない。私のことなら心配しないで。今までだって一人でやってきたんだもん。さあ、チョメは疲れてるんだからもう眠った方がいいわよ。私はもう少しここで夜風に当たってるわ。なんだか眠れなくて。まあ、ビアンカもお化け退治しただけやからな。うん。でもなんか悲しいんだよな。フローラを、選ぶとなんか悲しくなってきたわ。でも私は、もう選ぶ人は決めてます。ただね、今回の縛りプレイに関してだから、あれまた変わるかもしれん。フローラってね、グランバイアのところでね、気絶扱いになっちゃうからね。あ、これで寝るか。よし、一生の問題だよな、ほんと。あ、眠たくなったからは。え、なんで誰かフラグがあんの。フラグどうすればいいんやろ。なんかまだ宿屋で眠れんかったからどっかでフラグを起こすんかな。しかし本当に2つのリングを手に入れとは大した男だ。私は君が気に入ったよ。たとえ娘は選ばなくても結婚式は私に任せられない。こういうところもさ、ルドマンのさ、心の広いところだよな。まあでもあれか、水のリングとあれをあれを手に入れたからか。すやすや。じゃあ宿屋までカットしようかな。よし、ビアンカとルドマンに話しかけました。あ、これで寝れますね。フラグはビアンカが持ってたんだ。
ビアンカとルドマンでした。さあいよいよ結婚相手を選ぶ時が来た。そして次の日、チュムはルドマンの屋敷に呼び出されました。このなんか時計の音があれだよな。本当やったらデボラもおるからな。はい、よし、プロポーズするぞ。君に決めた。いや、やりたかっただけです。はい。フローラ、頼む、結婚してくれ。はい。良い妻になってくれ。でもね、この縛りでね、フローラが気絶扱いだったらビアンカにします。あの、スライム系縛りだからね。あの、倒してスライムで旅せんやいけんから。レベルが上がっちゃうからね、クランバニアの動物とか。でもビアンカもいい子だよね、これでお手伝いしますって。涙が出てきたわ。山奥の温泉村に、ホラーなに腕のいい道具屋住んでおいてな。シルクのベールね。じゃあ取ってくるね。はい。ルーラで行くわ。めんどくさいから。サラボだ。もう天井突き抜けるからね、トラック5は。で、トエロス意味ないからね。これもうそのまま乗っていくよ。はい、到着しました。これで、この左の方だね。ここの穴があるから、ここでもらえます。ここで、ね、注意しないといけないのは、悪魔の壺がいるんですよ。あ、持ってきてくれ。シルクのベールを受け取った。スラリンが受け取っちゃダメだよ。多分だけど。だから、渡す。あ、なんかピエール装備できたかな、今の。もう後でやっとくか。渡す。ちゃんとチョメが持っとこうね。はい。じゃあ、ちょっと、もう一回戻るね、サラボナに。で、これね、フローラだったら確かね、壺を調べてこいって言われてる気がするんだよな。あ、来たよ。多分壺を調べてこいって言われる。お、ヒンギーもおる。遥か北東の海に浮かぶカジノ船に決めた。そこまで行くの？最近の危険な海の状態では諦めてた。さほど。ああ、なるほどね。ルーラを使えること、ルドマンに話しちゃったんだよ。チョメさん、ご結婚おめでとうございます。まあ、プレイステーション2では変わるみたいだな。あ、行けるの？じゃあルーラ行こう。マジか。スゴロク場があったような気がする。じゃあちょっとおまけでスゴロク場もやるか。え、船酔いか。あ、フローラ着替えてる。花嫁姿だ。あんまり大勢を連れてきたから疲れたのでしょう。まあルーラね、ポップとかすごいよな。大の大冒険の。あ、できてる準備。初めてだな、カジノ戦でも。おう、気がついたようだな。いや、すまなかったチョメ。ゆっくり休んでもらいたいところだが、もう結婚式が始まる時間のようだ。結婚式の段取りはこの男から聞いてくれ。あ、それではご説明いたします。まず花婿様は先に神父様のところへお連れします。そこで花嫁様はお待ちください。花嫁様はこの特別室からお父様と一緒に歩きになって花婿様のもとへ。婿ってちゃんとカタカナが振ってあるで。はい。いや、いいな、結婚したいな、自分も。でも結婚したら子供も欲しいから、結構養っていくためにはお金が必要だよな。結構儲かってそうだね、このカジノ船。ただ船にするのは、あ、でもいいんか。いろんなところで行ってからお客さんを捕まえることができるから、カジノ船って結構いいかもね。特定の場所にあるよりは。なんか少なくね。大丈夫。もっと大勢寄るかと思ったけど。それでは本日これより、神の、あ、まあね、身内だけでやるのも大事かもしれん。フローラが来る。てか、船いっぱい持ってるね、ルドマン。音が静かになっちゃった。
かあ、フローラかわいい。でもやっぱライバルズのフローラの方がかわいいよな。なんでフローラがボロボロ言われとるか理由がよくわかんないんだけど、ね、会ったばっかりで結婚するって感じなんかな。多分ビアンカがおらんかったらフローラとおめでとうになっとると思うけどね。だからビアンカを捨ててフローラとってなんかそうやって思う人がおるんだろうね。狼よ、この良き日、良き場所にこの花嫁と花婿が導かれました。こっちは婿が漢字なんだ。この二人の出会いをどうぞ祝福してください。さあ、それではお二人、誓いの言葉を。何時著名はフローラを妻とし、健やかなる時も、はい、誓います。何時フローラは著名を夫とし、健やかなるとも誓いますか？はい、誓います。よろしい。では、指輪の交換を。炎のリングと水のリングかなこれ。はい。それでは神の御前で二人が夫婦となることの証を見せなさい。さあ、使いの口づけよ。これは見れるのか。あ、こうやってやるんだ。チョメさん。さすがにそこまでは見れんのか。花火が上がってる。で、船の上の花火って危なくない？大丈夫かな？おめでとう、チョメ、幸せにな。チョメ、それにフローラさん、おめでとう。ピーピー、チョメさん、奥さんを大事にしろよ。でもグランパニアの頂上でもう妊娠が発覚してるから、もうそれまでに仕込むんか。だからあれだろうな、峠登る前の宿屋のところだろうな。カジノ船で遊ぶ暇なく再びルドマンやミナを連れてサラボナへ戻り、その夜は遅くまでお祝いの宴が、そして夜が明けた。もうこの時にもやっとるかもしれんな。うん、だって早いもんね、子供ができるのが。おはようございます、チョメさん。いえ、あなた、よほどお疲れになったのね。もう夕方ですもの。だってもう結構もう生まれる寸前だもんな。結構月日かかるからね。でもこれからはずっと一緒なのね。まあ、旅もせんやいけんよ。フローラも覚悟してくれよ。やっぱりあなたの旅のお手伝いがしたいんです。ほらね、フローラええやつやろ。ほんと、こうやって。普通やったら私、こんな危険な旅行きたくないとか言うよ、絶対。わがままな女の子だった。あなたにはまだお母様を探す旅が残っているのでしょ？それなのに私はじっと家で待ってるだけねって嫌なの。お願い、私も旅に連れて行ってください。はい。まあね、好きだからっていうのもあるよね。だからフローラが本当にチョメを愛してくれてるっていうのがわかるやろ、これで。しかも、チョメはさ、あの、貧乏人の、ただの、炎のリングと水のリングを持ってきたただの少年やからな。まあ実際は、あれ、今後、グランバニアの王子ってわかるんだけど、まだ王子っていうことも、あの、フローラは分かってないんだよ。これただの、だって、のらりくらりしてた、ただの、おじさんだからな、このチョメは。おじさん、お兄さんなんかわからんけど。あ、ルドマンが街中に配った。だからよくフローラも結婚したと思うわ。普通やったら、あれやろ、身分とか気にするでしょ。だからこういうところもフローラ好きなんだよな。この見ず知らずのチョメをさ、ね、結婚。あ、じゃあ一回ちょっとカットしよっか。カットせんでよかったわ。もうそのまま行こう。セーブしようかなと思ったんだけど。はい。アイテムもらう感じかな。はい、いろいろ聞かせてもらった？そうそう、伝説の勇者。まあね、産むんだけどね。でも映画ではさ、なんか、チョメが勇者っぽいけどね。なんだって、それはいかんぞ、フローラ。でも私のいないところでチョメさんにもしものことがあったらと思うと。もうフローラの気持ちもわかるが。では、こうしたらどうだろう。実は山奥の村の西の小島に小さな祠があるんだが、その祠の中に置いてある壺の様子をチョメに見てきてもらおうと思ってるんだ。もしフローラがチョメに迷惑をかけずにそこまで行けたら二人で旅立つのを許そう。ルドマンも、すごいよね。危ないところを娘に出すってね。はい、じゃあ調べてくるからね、お待ちください。あ、開けれる？もう2000ゴールド。こっち天空の盾かな。よっしゃよくあるよな、ここ。
じゃあね、ちょっとね、フローラが気絶扱いになるかどうかっていうのをちょっと見ようかな。チョメです。あの、水門の左のところだね。で、ちょっとフローラだけで旅をします。これね、あの、リアルタイムアタックでやったらフローラかわいそうな扱い方されるからね。ずっとこれで逃げる逃げるで、フローラ盾にされてからやられるからね。あ、いけるか。よし。あ、とりあえず逃げるを連打しよう。はい。フローラが死んだ後のこともちょっと、後で見たいからね。フローラ連れてたよ、さっき。戦闘いたじゃないか。どうなってんだ、並び替え。チョメフローラにせんやけんのかな。あ、これで入れる感じか。お父様ったら、なぜこんなところに祠を建てたのかしら。とにかく扉を開けてみますわ。扉の鍵を開けた。よし、じゃあ行きますよ。これはね、ブオンっていう生物がね、生物っていうか寝てますね。あれ、どこおる、どこから入るのこれ。あれ、入り方がわかんないんだけど。あ、ここか。わかりづら。あれ、下だったっけ。あ、下だったんだ。少々お待ちくださいね。青はまだ大丈夫だったよね。赤がダメだったんだよね、確か。静かに青い光を叩いている。よし。赤だったらまずいんだよ、確か。復活するんだよ。あ、ここは頭をぶつけるの。リミットや。これ動物扱いだったわ。はい、戻ってきました。コックリコック。お、寝てんのかーい。マジか。はい。朝にしました。あ、いやいや、なんでもない。で、どうだったかね。はい、役に立つよ。本当かね、どうも信じられんか。で、お父様、私、チョメさんと旅をして思ったんです。やっぱりこの人についていきたいって、お願い許してください。まあ、旅って言ってもちょっとだけだな。ええ、お父様、ありがとう。いや、魔王大使に行くぞ、魔王大使。ポートセルビにある私の船も自由に使っていいぞ。あの船ならカネリの中旅に耐えられたらすぐに連絡しておこう。良いか、二人とも十分気をつけて旅をするんだぞ。もし疲れたらいつでも帰ってこれるようにな。そして世界が本当に平和になったらその時こそ家族揃って一緒に暮らそう。いや、いいこと言う。じゃあね、ちょっとで、ね、チェックします。チェック、フローラチェック。チェックというのはですね、あのフローラってね、あのグランバニアの峠越えるまでね、気絶扱いになるんだよね、スーパーファミコン。だから、ちゃんとフローラが死んでくれるか、残酷だけど、ちょっと確かめます、ここで。さあ、フローラが HP。これでフローラが死にました。で、これでちょっと倒すね。はい。この後が問題です。フローラは今、確かに気絶をしました。この後、蘇ってるかどうかで、リセットするかが決まります。はい。さあ、どうだ。この辺はちょっと、レベル上がってほしくなかったな。ちょっとめんどくせえな。はい、レベル上がった。嬉しいことだけどね。はい。さあ、スーパーファミコンと仕様は同じなのでしょうか。あ、死んでる、フローラ。じゃあ、大丈夫だ、これ。修正されたんだ。じゃあ、これで、あの、行くことができるから、このままやっていきますね。じゃあ、今回の実況は終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。本当は蘇るんだよね、フローラって。